新川県公立美和小学校の後にある記念碑新川県は1871年に越中国を管轄するために設置された県。現在の富山県にあたる。1871年第一次府県統合により富山県全域に金沢県の都並郡と新川郡を合わせて成立した。県庁は当初富山県時代の富山の富山城跡に設置しようとしたが、 富山城跡が陸軍省の管轄になっていたため、大倉省管轄の県庁を設置することができず、加えて城外に適当な建物がなかったことや、新たに建設をする余裕もなかったことから、ウオ津の旧家が半軍大役所に移され、県名も、軍名を取って、新川県に改称された。越中国の内伊水軍のみは、七尾県に編入されていたが、1872年に、 新川県に編入された。これにより、旧、越中国が初めて一つの県となり、現在の富山県の領域と同じになった。翌1873年9月6日、県庁は富山の富山城跡に戻された。これは、ウオの県庁が県の北東にあり、出張所設置のための費用がかさむことや、ウオ庁舎自体が狭いという問題。 富山に設置した方が経済面、財政面などで様々な利便性があるなどの理由があったためである。1876年、第二次府県統合により、新川県全域が石川県に編入され、廃止された。その後、旧越中国内で文献運動が展開され、1883年、越中国四軍が石川県から分離され、富山県となった。 ありがとうございます。